編集チャンネル。どういうルートをたどればその人たちがちゃんと購入まで至ってくれるのかっていうのをきちんと考えないといけないんで、ポチポチって言ってたけどめっちゃ頭使うから考えてポチポチするんだよな。そう、いや違う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 。ただ今の状態だと作業をこなしてるような感じになっちゃうから、これだとちょっと時間がもったいないなっていうふうにちょっと思い始めて、じゃあどうしようかなって考えてて、あ、じゃあ今までちょっと海外とか行ってみたいなっていうふうに思ってたから、海外で転職できるとこないかなっていうことで調べて、その時俺が思ってたのは留学とか勉強をするとかは社会人になってやるのはちょっとダサいって思ってて、もうやるんだったら英語が必要なところに飛び込んで仕事で必要だから英語を学ぶみたいな状態に持っていきたかった、うん、でそれでたどり着いたのがフィリピンの語学学校に無事入社することになり、その時はマーケティングから一旦離れようと思って営業職で希望してたんだけど、そこがもう本当にマーケティングに力入れてるところだったんで、ぜひそのマーケティングの事業部来てほしいってことで引き抜かれてマーケティングの担当になりました。でそこで活躍ができたんですか？入社して4ヶ月とか5ヶ月ぐらいに過去最高のお問い合わせが来てるんで、それに伴って過去最高益が出ましたと、まあ、そういう話が社長にも伝わって、じゃあ前田君にぜひそのマーケティング事業部のマネージャーになってほしいって言われて、でそこでもうマネージャーになってマーケティング全般の施策を打っていったっていう。すげえ。部下結構いたの？他部署もまたがってたんだけど、俺が一緒に仕事したのは同時で5、6人とかいたかな、うん、社会人2年目で5、6人の部下を抱えている。前田さんが独立するって聞いてどうだったんですか？その後まだだってカブちゃんはいたわけだよね。あ、会社でね、うん、まあ、IT 業界あるあるなんだけど、営業っていろんなお客さんとどんどん出会っていくから、同じ作業の中でも人脈って資産が積み上がっていくんだよね、うんうんうん、運用って営業が取ってきた仕事を作業でさばいていくから、一応経験っていう資産は積み上がるとはいえ、同じことも結構繰り返しでやったりとかするから資産の積み上がり速度が遅いから、同期の中で唯一運用部門に入って前田芳樹が早く仕事に飽きちゃうっていうのは必然だったのかなとは思ってて、はいはいはい、あとなんか沖縄出身だからさ、マイペースなのよすごい。何考えてるのかよく分かんなかったりとかガチでみんなで仕事の話を同期でしてる時とかも、たまにこうふっとこう一人だけ違う方向いてどうしたのって言ったら、あそこにいる子可愛いんだよねとか言っていうタイプのマイペースな感じだったから、まあ、あの辞めるってなった時もまあなんかそんな驚かなかった。なるほど、うん、過去の売り合いが始まったので大丈夫反撃しなくていいですか、吉木さん。いやいや、事実です。事実ですか？事実です、うん、ちょっと仕事の話に戻ると、うん、最初その留学事業で入ってたんだけど、そこの会社が複数事業やってたんで、例えば中古車事業、うん、中古車をアフリカに輸出するっていう事業でアフリカに広告出向したりとか、うん、そういうことも任せられたり、あとは新規事業立ち上げるときにまずは市場調査したいから考えて資料作って提案してほしいみたいな感じで、その当時の社長と2人で話して新規事業立ち上げの話とかそういうことも経験させてもらって、だから2社目はその狭いところがさらにもう本当に広がってすごい良かった、うんうん、今までは代理店の運用部門でいろんな企業の広告運用を代行するっていう仕事だったのが、うん、事業会社に入って事業を伸ばすためのマーケティングっていうポジションになったことによって、うん、愛着のある事業が増えてるというかね。そうだね、うん、もう全然もう代理店と事業部のマーケ担当違うなと思ったのが、うん、数字を追う姿勢が全然違う、うん、代理店ってちょっと作業寄りというか、うん、お問い合わせまで来させればいいよねみたいな感じだとか、うん、責任があんまり重くない傾向にあるんだけど、やっぱ事業部のマーケ担当になるともう本当に利益を追わないといけないから、そこの重さは違うし、うん、事業部のマーケ担当になってそこで代理店とやり取りしたら、いやマジこいつら舐めてんなみたいなことがもう手に取るように分かるというか、もっと代理店出身だし、はいはいはい、マーケの知識あるから、だからなんか本当制作会社とかもなんか見積もりめっちゃ高めに出してきたりとか、うん、最初は提示してなかったけど修正のたびに費用めっちゃ発生するとか、うん、やり取りがめっちゃ遅いとか、うん、そういうのはもう本当に事業部目線ですごいいろいろ勉強になって、独立のためのそのスキルとしては必要な経験だったなと思います。でそこからフィリピンである程度結果を出してそのままフィリピンで働いてるのかと思いきや、そこはどうなんですか？そこでですね、うん、付き合った女の子とですね、まあ、同棲してたんですけど子供ができまして、うん、まあ、当時の彼女はもう仕事は辞めなきゃいけないんで、うん、日本に帰るかセブに残るかっていう選択で2人で話した結果、いやちょっとセブで子供は育てらんないってことで日本に帰ろうってことになりました。で先に日本に帰して、じゃあ俺どうしようかなっていうことでちょっといろいろ相談してたんだけど、でもやっぱり日本には
いた方がいいってことで日本に帰ります。日本に帰って働くのか独立するのかっていう次二択が出てきて、なるほど。でその時に結果がいろいろ出てたし、割とね声をかけてもらってたのね、うん、あとはマーケの採用が難しいっていう情報も聞いてたから、これ独立でもいけんじゃねみたいな、需要ありそうだしいけそうって思ってて、ただ嫁も子供もできて独立じゃん、うんうん、怖えってそこで悩んでて、いやちょっとね怖いんだよねって嫁に話したらバッサーみたいな、いやそこは独立一本でしょみたいな感じで、よしよおーマジみたいな、あじゃあ行くわみたいな感じで、そこで独立に踏み切ったって感じで、だからあの時もしかしたら日本に帰ってまた転職してたかもしれない、うん、けど嫁が行けるから絶対やった方がいいよみたいな感じで、かっこいい、そういう流れがあり、そっからどうでしたか、あその独立1年目の、もともとその日本にいた頃営業じゃなかったんで人脈とかそんなになかったんですよ、うん、ただそのセブンにいた時に営業寄りの仕事もしてて、そこで日本から来た社長とつながることがいろいろできて、その人たちに日本に帰って独立する予定ですっていうのを言いまくってたらいろいろ仕事くれて、結果的に1年目で利益年間で1000万出て、独立したてでは割といい方なんじゃないかなと思います、うん、それはマーケの仕事で独立したんですか。本当に広告以外も本当にマーケ全般とかを取ってましたね。そこからはもう本当に落ちずにずっと伸び続けてますね、うん、自分が独立して2年目ぐらいにそのストックさんに入ることになったんですけど、うん、で実は株元から声をかけてもらったのが2回目とかだったんだよね、うん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 、1回目確か上本が入った直後とかに声かけてくれて、うん、いやでも俺今ちょっと忙しいし案件あるから大丈夫みたいな感じで断ってたんだけど、まあ、1年目そのバタバタ終わって2年目になってその自分の余裕も出てきて、案件もさ会社の事情によって、まあ、終わってしまうこととかもあるから、ちょっともう少しその人脈というか受け入れ元とつながっといた方がいいなっていうことを考え始めてた時に株元から連絡来て、今ちょっと余裕あるから入るわみたいな感じが、うん、ストックさん参画のきっかけになります、うん、なんで声かけたんですか。広告運用ね、当時はねあんまエリートいなかったんだよね、はいはいはい、だから千葉大の院まで出てポチポチやるやついなかったのよ。はいポチポチやるでもね、頭がそんなにいいのにポチポチやるなんて、はいだからあの、まあ、ちょっとマニアックな話になっちゃうけど、広告ってさキーワードを構造化してね、例えばその留学学校のさ集客をしたいってなった時に、まず一番でかい抽象度の高いのはじゃあ留学なのかとか英語学習なのかとか、キーワードのね抽象度をね大きいものから順々に徐々に細かくしていくみたいな、頭の中の複合力の構造化が必要で、今はさ俺らからして当たり前のことだけど、結構それがねできる運用者っていなかったのよ、はいはい、だからそこら辺のよくあんないさ OL とかがさやるわけよ、そういうの。その中で千葉大出てるし得意だし、やっぱ前田に頼むと結果が出るし、俺その当時さ広告運用できなかったから、はいはいはい、前田が一番いいやんみたいな、しかもあの広告だけじゃなくてなんかいろんな全般が分かってるし、事業会社出身だから事業会社目線でクライアントワークできる人っていうのもなかなかいなかったから、うんうん、昔は最適人材みたいな。なるほどね、うん、1回目でも断られましたけど、1回目誘ったのあんま覚えてないんだけど俺もなんかあのいろんなプロフェッショナル集めていきたいってなってて、広告運用っていう部門でねスキル持っててコミュ力がちゃんとある人みたいな、そこで言うと前田以外いなかったっていうのが熱烈オファーの、熱烈オファーの、そう大体みんな赤間さん誘い1回目は断るんですねあれみんなそうなの、みんなそうだよ俺も断ってるしあそうなん、今のも確か1回目は断ってるし諦めないハートがなるほど、ありがたいことですよ本当に。新卒の時に性格悪くて、ね、人の服を笑ってる鴨さんのところに入ろうと思ったのは、うん、仕事ありそう一本。でもその新卒の時に株と仕事してたのがすごい楽しかったんだよね。楽しかった理由がまあ2つあって、マーケで結果出てない、お前何なのこれってなってた時に、基本的に俺の責任なんだよ。だけど説明をしてくれる人が内部にいるから前だっつって前だ言ってこないいやもうね最悪の一日だった年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。全社募集中。概要欄をご覧ください。